私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は人工的なウイルスの使い方についてお話をします。そして鳥インフルエンザ、豚熱、豚コレラですね、俗称、そして SARS の歴史を振り返ってみましょう。このビデオの要旨ですが、ウイルスを人工的に使用したのではないかと言われている例があります。目的は相手に損害を与えたり利権の獲得目的だと言われています。鳥インフルエンザの例は浅田農さんの例と、豚熱、豚コレラではですね、中部地方のイノシシの話をしましょう。そして、SARS に関してはですね、中国のハクビシンの話をします。そして新型コロナに関してはクエスチョンということになっております。さて、まず鳥インフルエンザですが、浅田農産という会社がありました。非常に大手の会社で、6カ所の養鶏場で175万羽の鶏を飼育していた。ところが鳥インフルエンザ事件により2005年に廃業されています。さて、この浅田農産の鳥インフルエンザですが、2004年に散発的に鳥インフルエンザの被害が出ていたんですが、同年2月中旬に京都府丹波町の船井農場、これは浅田農産の農場なんですが、鶏が死んでいたので、2月17日時点で社長は鳥インフルエンザを疑っていた。2月20日には1000羽以上が大量死したので、22日に感染を確信するも、京都府に報告しなかった。そして、2月23日にですね、残る鶏の全てを食肉業者へ出荷依頼したという事件です。ところが2月26日に大量の鶏が死んでいるということが、京都府の南丹家畜保健衛生所へ匿名の電話通報がされて、2月27日に事態が発覚してということで、その後まあ大変不幸なことがいっぱいあって、閉業されたということなんです。藤井元気さんといわれる政治学者評論家がおられまして、ケンブリッジフォーキャストレポートというレポートを発行されております。1年間20数万円で、私は20年以上これを購読しているんですが、この浅田農産に関してですね、周りにたくさんの養鶏場があるにもかかわらず、この浅田農産だけに最初に鳥インフルエンザが発生しました。で、この浅田農産はですね、とある方の強力な支援者であったので、その支援者に影響を与えるために、鳥インフルエンザに感染した鳥が投げ込まれたのではないかというような推察をされていましたが、真相は正しくは分かりません。さて、次は、2018年に蔓延した豚熱、豚コレラですね。これはコレラというのはですね、細菌で起こるので、この豚熱はウイルスですので、ちゃんと分けなきゃいけないということで、2019年の11月に農林水産大臣が豚コレラをやめてですね、いわゆる豚熱にしましたという経緯がございます。さて、豚熱はですね、1992年熊本で感染が確認された以降はですね、なかったんですね。ところが2018年の9月に岐阜県岐阜市の養豚場で発生が確認されました。そして、12月22日の発表でですね、愛知県においてもですね、陽性の野生イノシシが確認されたという事件でした。そして、多くの豚が屠殺されるというような事態で、この豚熱のワクチンの導入がされたというような結果がございます。こちらが農林水産省のアフリカ豚熱の発生状況なんですが、アジアでは非常に感染が広がっているんですが、日本ではほとんどなかったわけですね。この蔓延の原因ですが、これは私の考察ですが、豚とかイノシシは海外旅行には行きません。また豚イノシシは日本海を渡ることはありません。例えば北海道にはイノシシはいないので、津軽海峡すら渡ることはないということが明らかになっています。そうすると、岐阜とか愛知の豚やイノシシが感染したということはですね、
感染した肉を誰かが持ち込んだ可能性というのは否定できないと考えています。そして、海外でも非常に多くの豚熱が広がりましたので、豚肉の新ジケートがあるのではないかというような噂もされていますが、真相は分かりません。さて SARS について見てみましょう。これは現在流行っているコロナウイルスと非常に似ているという病気でございますが、2002年の11月からですね、2003年の7月にかけて主に中国の南部で起きたアウトブレイクで、広東省や香港を中心に8000人が感染して、37カ国で700名が亡くなっております。で、致死率がですね、11% というような報告もありまして、非常に恐れられた病気ですが、それ以降は新規感染がなくて、ワクチンも作られたんですが、出番がなかったというような病気です。さて、これも藤井元気氏のケンブリッジフォーキャストレポートによりますと、中国のとある研究所が爆破されて、そこから流出して感染が広がったというようなことなので、ある意味人工的に流出したのではないかというような説が話されています。以上を鑑みますと、ウイルスは人工的にばらまけるわけですね。鳥インフルエンザ、豚熱、SARS、そして新型コロナはということですが、これに関しては、インターネットが非常に発達してですね、遺伝子の追跡もできますので、多くの方が、真相を探っているということで、どこから出てきたのかということも近いうちに明らかになるのではというふうに考えています。こちらが抗酸化研究室についての情報です。